説明会には住民らおよそ320人が参加しました。環境省の担当者や県の担当者から災害廃棄物の広域処理の必要性や県が受け入れに向けて作成した独自のガイドラインについて説明がありました。伊賀南部クリーンセンターでの震災がれきの受け入れについて同センターの管理者である亀井俊勝市長は、受け入れるかどうかはまだ最終処分地が決まっていないのでお話しできないと理解を求めました。まず今回のですね、がれきの受け入れなんですけども、今日も非常に説明していただいて安全対策を言っていただいたんですけども、やはり完璧な保証はないと思うんです。そうなんでやっぱり私としては不安の種は持ち込まないでほしいというふうに考えています。亀井市長は伊賀南部クリーンセンターを建設する際に奥賀野地区との間で名張市と旧青山町以外のゴミは持ち込まないとした協定書を交わしています。亀井市長は今後受け入れる方向になれば地域の皆さんにご理解いただく説明会活動はすると理解を求めました。かなりいろんな意見が出てきました。いろんな意見を頂戴しましたので、また勉強させていただかなければならないなと、こういうことでございます。